太平洋問題調査会は、1925年に、ホノルルに設立され1961年まで活動を続けた国際的な非政府組織、学術研究団体である。艦隊平洋地域内の民間レベルでの相互理解、文化交流の促進を目的として設立され、当該地域の政治、経済、社会など諸問題の共同研究を通じ、 学術専門家たちの国際交流を図ることを主な活動とした。民間主導でキリスト教を強化する目的で始まったため、宗教色の強いものであったが、次第に政治色が強まっていった。第二次世界大戦前にはこの地域に関するほとんど唯一の国際研究機関としての役割を果たし、同地域における NGO の先駆的存在とみなされていた。しかし、 1930年代から、ビッソン、ラティモア、ノーマンなど数々のソ連のスパイである共産主義者、中国派がアメリカ国内の世論を日本人権を都心中に誘導するために活動の場としていたことが分かっている。彼らは戦後に戦前からのスパイ行為が発覚して公的な場から追放処分を受けたが、 冷戦中は疑惑をかけられた被害者扱いを東側諸国や西側にいる東側支持者から受けていた。しかし、ソ連崩壊による西側諸国の勝利を受けて、アメリカにて、ベノナ文書が1995年に公開されると、戦前からアメリカに共産主義者が日本への敵対心を煽る活動をし、戦後も日本、ひいてはアメリカさえも接下しようとしていたことが確定している。 日本支部である日本太平洋問題調査会は1926年に設立され、第二次世界大戦中の脱退、解散を挟み、戦後の再建、復帰を果たすも1959年に解散された。イプア設立の背景となったのは、ハワイにおける YMCA の国際連帯運動である。YMCA のメンバーは1925年6月イプアを結成して、 ホノルル会議を開催したが、この会議中の7月11日にイプアを常設機関とする決定がなされ、正式発足となった。イプアの組織は、ホノルルに設置された国際事務局、中央理事会と各参加国に設置された国内組織から構成されていた。国際事務局と中央理事会は、調整を進めほぼ2から三年おきに太平洋会議と呼ばれる。 国際大会を欧米、アジアの各地で通算13回7回、戦時中2回の開催を挟んで戦後4回にわたり開催、毎回各国政府が会議の動向に注目するほどの影響力を持った。また1928年に創刊された中央機関紙パシフィックアフェアーズや支部観光物を含む多くの書籍、パンフレットを観光し、 アジアに関する知識の普及を進めた。イプアに結集したのは、主として自由主義的、国際主義的な知識人であり、発足当初からの参加国は環太平洋地域に位置するアメリカ、日本、中国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの6カ国であった。後にこの地域に、勢力圏を有するイギリス、フランス、オランダ、及び米国との国交を樹立して、 以後のソ連が参加し、さらに当時植民地支配下にあった朝鮮、インドフィリピンなどからも参加者があった。当初運営の中心であったハワイグループは政治問題よりも文化、経済問題の討議に重点を置くことを主張したが、最大の支部として力を持った米国一アは財団からの寄付金を獲得するため、自治、政治問題を積極的に取り上げるよう主張して対立。 結局1929年の京都会議の前後から次第に主導権はハワイグループから米国一部屋に移り1933年には国際事務局もニューヨークに移転した。これ以降、環太平洋地域における政治情勢の緊迫化にリンクして太平洋会議での議論が次第に政治的対立を帯びるようになり1939年以降の 日本イプアの事実上の脱退をもたらすことになった。第二次世界大戦後には、独立を達成したインドパキスタン・インドネシアのイプア組織の正式加盟、また1950年の落農会議以降の日本、イプアの復帰もあり、アジア諸国で勃興するナショナリズムの研究に力を入れた。しかしその反面、1949年の中国、社会主義政権の成立で、 中国イプアはその会員が台湾、米国などに亡命したため解散することになり、1942年以降ソ連が太平洋会議に参加しなくなったこともあって、社会主義国からの参加を欠くなど東西冷戦の影響を受けるようになった。そして、1951年から翌1952年にかけて最大の支部組織である、 米国イップアがマッカーシズムによる赤狩りの攻撃の標的となり、中心メンバーの一部に個人攻撃が加えられたほか、企業などからの財政的援助が激減して窮地に陥った。これらの結果、1961年10月に国際事務局は解散声明を出し公式解散のやむなきに至った。イップア解散の影響として、特に米国内ではアジアについて、 合理的な情勢判断を行う人材が少なくなり、ベトナム戦争に代表される戦略的な判断ミスが、情勢される結果につながったとする見解もある。太平洋会議と呼ばれたイップアの国際大会のスケジュールは、戦前においては、宗教、教育、文化、社会制度に関する議題、経済、資源、産業、商業、財政に関する議題、人種、人口、 食料に関する議題、政治、法律、国際関係に関する議題、太平洋問題調査会と太平洋会議に関する議題の5つに分かれた円卓会議の後、全体会議が行われた。イプアは1926年5月からニュースブレティンを発行していたが、このニュースレターが定期刊行物に発展して1928年5月期間し、パシフィックアフェアーズとして、 正式に創刊された。同誌は1933年4.5月号以降は、各月間、1934年3月号以降は、期間となり1960年12月までイプアにより発行された。1934年から1941年まで、この期間誌の編集長を務めたのが、中国研究者として知られるラティモアである。また、アメリカ支部も、 支部機監視として、ファーイースタンサーベイを1935年1月に創刊し、1961年2月号まで観光を続けた。日本一部と国際事務局との対立の原因となったインクワイアリーシリーズは、日中間の紛争の背景、原因を学術的に解明するものとして企画され、1939年以降報告調査書を観光した。 その中の一冊が、ノーマンの日本における近代国家の成立である。1961年のイップは解散後、パシフィックアフェアーズ氏の編集発行は、同年春季号よりブリティッシュコロンビア大学に、ファーイースタンサーベイ氏は、同年3月号よりアジアンサーベイと解体して、カリフォルニア大学バークレー校にそれぞれ移管され、現在に至るまで観光を継続している。 日本一部は設立の中心人物で評議員会会長に就任した渋沢栄一一部は日本渋沢日本太平洋問題調査会は1926年4月6日に設立された。設立の背景にはカリフォルニア州における日系移民排斥運動を憂慮して1915年渋沢栄一を中心に結成された日米委員会の活動があり同委員会メンバーは 日本一部は発足にあたり全員が参加した。設立当初の日本一部はでは、渋沢栄一が表議委員会会長、井上淳之介が初代の理事長に就任し、他に、坂谷義夫、沢柳正太郎らが理事となった。以上のような財界人、政治家のほか、ニトベ・イナゾウ及び彼の影響を受けた、高木朝香、高柳健造、那須明、前田多文。 鶴見祐介など対象デモクラシー世代の自由主義的知識人も参加した。彼らはいずれも日米関係の安定に関心を持つ地米派であり、特に後者の知識人グループは日本におけるアメリカ研究の先駆者となった人々として知られる。日本一部派は当初から外務省の強力なバックアップを受け、初期においては特に米国の排日移民法改正問題を 重視していた。また、日本による植民地支配下にあった朝鮮の代表が太平洋会議に参加し独立問題を訴えるとこれに抗議して一国一組織を主張。1929年の京都会議以降代表としての正式参加を拒否させることに成功した。1931年の満州事変以降は日本の対中国政策を 欧米列強に承認させることに一層力が注がれるようになり、日本の国際連盟だった以後には、太平洋会議を日本の立場を世界に説明する唯一の国際会議として位置づけ、活動するようになった。1936年に日本国際協会に併合されて、太平洋問題調査部と解消。1938年には日中戦争の原因。 影響の学問的解明を目的として、国際事務局により企画されたインクワイアリーシリーズの観光をめぐって事務局と対立インクワイアリーに対抗して、日英両文による現代日本と東亜新秩序を観光し、翌1939年のバージニアビーチ会議以降、太平洋会議への参加を拒否した。これ以後日本イプアの活動は停滞し、 日米海戦直前の1941年11月には、イプア中央理事会との関係を断つなどして、組織維持を図ろうとしたが1943年5月14日、適正調査機関として、解散処分を受けた。戦後の1946年10月11日に、高野岩三郎、締原喜十郎、大内表栄、鶴重と、柳原忠夫、横滝三郎、 末川博ハニ・ゴローラを中心に日本一部は再建された。直後のストラトフォード会議には参加できなかったものの、日本メンバーの論文を提出し、復帰が認められた。そして1950年の落納会議より正式に復帰し、この時丸山真男執筆による報告論文、戦後日本のナショナリズムの一般的考察が提出された。 この会議は当時の日本にとって国際社会復帰の足ならしとしての意味を持った。しかし朝鮮戦争以後、イプア全体が次第に力を失う中、日本イプアは国際事務局の解散に先立って1959年10月23日解散を決議し、専務理事である木内信種が理事長を務めていた世界経済調査会に吸収された。ABC 等 本元帝都太平洋問題調査会、白山恵子、近代日本研究28号、2008ジョン・アール、ヘインズ、ハービー・クレア P108 から113、ベノナ、デコーディング・ソビエト・エスピオナージン・アメリカ、イエールのタベーネ、イエール・ユニバーシティ・プレス ISBN、ISBN0 から300084625。役所、ベノナ改訂版、奏者、2019年。 ISBN 978から4から 594083076ABC ルース・ベネディクト、ジェフリー・ゴーラー、ヘレン・ミアーズの日本人論、日本文化論を総括する、福井七子、関西大学外国語学部起用第7号、日米親善、国際親善、渋沢栄一関連会社名、団体名変戦図2019年9月15日、閲覧。 日本太平洋問題調査会に関するカテゴリー、ありがとうございます。